はい、鬼滅の刃、はい、後日座談会でございます。ってこともないから、ね、さあ、鬼滅の刃の撮影を振り返ってみてどうだったかっていうのを、ね、ちょっと話していきましょうという、コーナーでございますが、撮影が終わって約1ヶ月ですかね、今日で。そうですね、はいはい、なりますね、うん、あ、そんなになるか、はい、もうあっという間ですけれども、はい、今日撮影を振り返ってみて、くまさん今いかがですか。いやー、なんだろうね、うん、いやもうなんか結構大変だったよ疲れは取れましたか、うん、疲れはだいぶ取れたよ、よかった本当に。まあまあ、うん、くまさん背中傷だらけだった。傷だらけだった。メイクでしょ。あれ血取りでしょ。いや、あれマジだからマジだから本当に。あ、マジのやつもありますね。マジのやつもある、うん、マジのやつはメイクで隠してるからね。逆に、ね、マジのやつ使ってもいいんだよ。本物はダメだからマジのやつの上には塗料が入ってます。塗料が入ってるね。それめっちゃ痛いんじゃないですか。それはもうね。さあ、1ヶ月経ちましたけれども、南くんどうですか。いやー、もうなんかあっという間な感じでしたけど、うん、まあ公開してるじゃないですか、もう、うんうん、ね、それ見てやっぱりなんだろうな、やっぱこのクオリティでやれたのはやっぱこのメンバー だと思うし、うん、やっぱりそのここにもね、いないスタッフさんいっぱいいるんで、うん、その感謝をね、うん、届けるとともに、うん、それを日本中に再生回数としてお届けしたいので、うん、ぜひ何回でもご視聴願いたい思いでいっぱいでございます。はい、カットでございます。もともと前日まではもっと長かったんですよ。アクションシーン自体ももっと長くて、そうだね、でロケ現場としても、川にインしてアクションするシーンがあるんですけど、うん、本当もう一個上流がありまして、あった。で陸地から、川にインしてやるっていうのも前日のリハーサルではやってたんですけど、うん、本編結構長いなということで、うん、当日は撮らなかったんだよね。もう整地はしたんですけど ね、 そうですね、整地しましたね。したね。結構時間かけて。そう、今回は整地も自分たちでやりました。上流整地したよね。そう、川の石をね、うん、でかいやつをどかしたり。ね、川担当は南君と下村君、そこを全く使わなかった、使わない、あそこなしにするってさらっと言われたから、そこも含めてね現場ですよ。そうですね、まあね、まあ、これ構想から、実際に撮影まで約1ヶ月、という時間で、準備をしまして、うん、はい、制作に移ったわけなんですけど、今回ねノリはいろいろ、特に準備面はねほぼほぼ、ノリがやってくれたっていう感じなんですけど、うん、ね、どうですか、はい、1ヶ月っていう納期であの物理、いやね、あれね無謀だよねあとしかも予算もないから、そうそうそう、こう予算をかけずに、うん、時間もかけずに作るっていうので、うん、まあ、やっぱその一緒に作ってくれた桜田さん、うん、もう、まあ、すげえ無理してもらったんだけど、うん、まあ、でもその中では頑張ったんじゃないかなと思うけど、ね、いやいやいや、すごいと思いますよ本当に、はい、現場大忙しだったもんね、うん、結局、手が足りないわけじゃない、そうそうそう、もちろん多くの人の力を借りてやってるんですけど、結局ノリが、造形と小道具と衣装と、うん、助監督と、メイクをダブっちゃってるんでノリそっち面つけてつって面つけ、ノリこっちのメイク直さないと次はあっちだからちょっと待って順番みたいな、あとねやっぱね変にこだわり出ちゃうからね、うん、なんか撮影もっとスムーズに多分進めたいんだけど、うん、いやここの血は足しときたいとかさ、あ、そうだ、ね、けど血の残量はもうこれしかないよ、そう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 、最後ね全部使ったもんね、あとこんだけっつってたから、ね、いや本当予備で結構多めに持ってったんですよ、うんうん、本当は1リットルぐらいでいいかなっていう最初話で、うん、でも結果4リットル5リットルぐらい持ってって、うん、足りなかったから、ね、そうだね、撮影日の2日目に、うん、雨が降ってですね、午前中の一発目から、まあ 山の天気が変わりやすいんで、雨が降ってきちゃってこれはさすがに撮れねえぞと、で雨はギリギリそのカメラ的には分かんなかったんですけど、やっぱり下が土なんでぬかるんじゃって、うん、これはねアクション的にできないって言って、うん、そうだね、うん、追撮してるんですよね実は、はい、そう一回帰ってまた行ってますね、はい、うん、ずっと手持ちで、うん、まあ、僕 iPhone で撮ってたんですけど、うん、そもそもまずあの道を歩きながら、僕も結局歩くわけじゃないですか、登山してるからね、登山しながら、うん、ただ下見て歩くと、うん、こっちのカメラがどんどん
違うとこ映っちゃうんで、うんうん、あそうだね、できるだけここを意識しながらこう歩くわけですよ。けどショーマはこけてないよね。そうなの、すげえ、うん、そうだね、まあ、僕、まあ、地元がね、はあ、山形ってまあ田舎関係ねえ、あの普段からね山とかは歩き慣れてますからね、都会の人間は弱えなって思っちゃうよね、はい、今回現場の行き帰りの登山でこけたのは、うん、俺こけたよ、こけました、はい、鍛え方が足りねえなやっぱりこういうとこにさ結果が出てくるよね、普段鍛えてる鍛えてない人間の差が風評被害になっちゃ う, う, うまあ俺もこけたけどねこけないじゃない、あこけてたこけてた、あとそのメイキングで、うん、結局僕死体のところで出るじゃないですか、うん、はいはい、その時メイキング回せなかったんですよ。そうだよね、あそこ結構実は取れ高ありますいろいろあったよ、俺の衣装タッカー事件とかあったの、なんすか、なんすか、俺の衣装にこう、はい、もうくっつかないから、うん、もう縫えないじゃないですか時間まで、うん、もうタッカーで止めちゃってタッカーでバチンって言って、ギフト衣装ですか、そうだよ、そんなことするわけないじゃんね、したんだよ、そのショーマは今回メイキングとして仕事としてねカメラをずっと回してるわけじゃない、そうですね、けどこう結構現場はやっぱピリピリするっていうか時間ないさ、うん、はいはい、ね、日没結局日が落ちちゃったら撮れないんで、はい、あれ昼間撮ってるんですよ、そうですね、うん、昼間の昼間撮ったものを前編集で夜っぽくっていう今回は狙いで撮ってるんですけど、うん、まあ、日が落ちちゃうと本当に撮れなくなっちゃうので、うん、まあ、時間との戦いで結構、うん、照明もないからね、そう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 っていうとこなんですけど、まあ、そんな中翔馬くんがこうメイキングをこう回してるとなんとなくですよサボってる感じに見える、わかる、そこら辺の兄ちゃん感めっちゃ笑ってるしね、笑い声がね、翔馬で撮れ高が欲しいからどうすかみたいな、どんな感じですかみたいに言ってんだけど、ヘラヘラしてんじゃねえよてめえこの、その温度差すごいんすよ、あこれ俺なんかめっちゃサボってるように見られてんだろうなみたいな俺遠目から見てて、お、翔馬ちゃんと撮ってんなと思って、お、下のとこ行ったぞみたいになったら、いえ、今いいからみたいな、かわいそう、仕事でやってんだけど、かわいそう、あの、ね、そんな断り方ですよ、本当にみんな結構ピリピリしてて、やっぱこっちもなんかコメントとか、うん、なんかその時のあれが欲しいのに、ね、撮れないんですよ、うそ、いいリアクションしてくれないんですよね、だんだんで、終わった終わったですっごい量のデータが来るんですよ、そうそうそう、十何時間分ぐらいめちゃめちゃ撮りましたね、時間のデータが来て、それをこうチェックしていくんですけど、撮れ高が少ない今回ね、クマさんには猪之助っていう役をやってもらったんですけど、猪之助面かぶってるんで、そうやっぱあの見ていただいた方の中の感想にも、あの猪之助の面の視界はどれぐらいあるんだっていう、熊倉さんどれぐらいあれ見えてるのっていう結構声が多かったわけですよ、聞きたいと思います、それね、こっちも嬉しいよね、ね、確かに、だから分かんないっていう、でそれはやっぱ造形師としてはいい仕事できたっていう、すごい、ほぼ見えてない状態でやってたんで、うん、ダメ出しですちょっと見えてドアップのところ、ドアップのところはアップ用のね、アップ名、アップ名なんであれ全く見えてないですよ、あれは今回の猪之助の目っていうのは2種類ありまして、うん、のりちゃん作ってくれたんですけども桜田さんと、うん、アップ用っていうのとアクション用っていう2種類の目を、使い分けて撮影をやっていくんですね、うん、アップ用っていうのはほとんど視界がない状態で、ガッとカメラが寄ってもこう造形的にいいと、うん、でアクションはこうポト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 ってね、うん、穴が開いてて、はい、うん、まあ、ちょっと見やすいっていうような面を使い分けながら撮影したわけなんですけど、アップ用はもう本当に見えなかったでしょ、視界ゼロっすよね、ほぼゼロ、鼻の穴のところしか見えない、で距離もあるから、うん、鼻の穴と目がですよね、ここですもんねだからほぼ鬼の3人にはもうすいません金入れてますみたいな感じ で結局やっぱり最初にノリと打ち合わせして作った時に、まあアクション用アップ用は作ってっていう話をしてて、まあ大丈夫けど結構見えないよみたいな話になってて、大丈夫アクションのとこはアクション用で行くからって言ってたんだけど、やっぱ現場行ってカメラ覗くとダメだよアクション用じゃそこはアップ用アップ用、そうそうそう、結構アップ用でアクションしましたよね、アクションそうやりましたね、ちょっとあのレバーがちょっとね、あのまあさっき伊藤君のお話で、伊藤君ほら仕事多いからもうちょっと豚レバー美味しくできないかなっていう話をしようかなと思ったんですけど、まあちょっとね、まあ仕事量も多いということで、僕もそれをなんとかねごっくんしたかったんですけど、豚レバーの話っていうのは何ですかね、あの僕鬼役でちょっと、まあ鬼って肉食うじゃないですか、人肉を、はいはい、人を食らって生きてる、そうそう、それをね、まあ、食べる寄りのシーンがあるんですけど、うんうん、それをね豚レバーで代用して、それをまあ伊藤君に作ってもらったわけですよ、そうです、あれ豚レバーだったんですね、うん、うん、豚レバーなんですけど、うん、それがもうなんだっけ3週間前にボイル、あ違う、ボイルして冷凍してたんだけど、うん、そもそもあれ3キロで680円ぐらい、うん、もう節約だね、そうでしょ、うん、それをだって何週間も放置して、しかも血のりの
なんか蜂蜜、蜂蜜、血のりに蜂蜜使ってるんで、うん、まあレバーの、ね、そう、うん、甘くしてデザートみたいな煮立てて、お前食ったことねえだろ、まあ、どうぞっていう感じ。確かにね、俺オーストラリアに昔行った時、鶏肉焼いたやつにあのリンゴジャムかけて食べるっていう料理、そういうイメージ。全然違うわ。全然違いますよね。全然違う。いや僕もね、本当に食べればいけるんだと思ってた、うん、だから、ね、その本番回って、うん、一口目ちゃんとガブってもう行こうと思ったら、もうガブって言った瞬間にもうなんだレバーの ダメなところが、ね、そう、人生の中の一番臭いレバーのやつが全部盛り上がってきて、気持ちが気持ちがちょっとあの映像に僕の声入っちゃってるけど、あれ全部僕のおえつですから。ただお芝居でしょ、あれはガチおえつです。ガチおえつなの？ガチおえつです。じゃあカットだよ。なんで使ってんだよ。ハプニングといえば、うん、ショウマが死体で出るときに、はいはいはい、宿に衣装を忘れた事件あった。あったな。あった。結局プレイヤーとスタッフをかなり兼任してるから、そうだ、ね、もう頭の中結構スタッフの方でこうグーッといってるんでしょ。ほぼスタッフでしたもん。言うても死んでるだけだなみたいな。そう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 、うん、次ショウマ行くぞっつって、はいっつって、あれ衣装。でもさ、早かったよ。早かった、めっちゃ早かったよ。あれはまあね、あの僕これ山慣れてますから結構走ったりもうガンダッシュですもん。マジ20分多分5分ぐらい行ってますから。普通20分を5分ぐらい降りてますよ。まあまああったね。帰ってきたと思って、で、あのモモさんの車でバーって行ったんですけど、もうマジドリフトすんじゃねえかぐらいの。イニシャルで山道をドリフトすん、峠攻めてるの。峠攻めて、うん、まあもちろんね、法定速度の範囲内でもちろんもちろん守るね。さっきから守るね。そりゃそうですよ。うちは法には反しません。守るね。タッカーも使わないし、法定速度も守る。守る、うん、ほー、そうですよ。まあ、ありましたね。ハプニングでしたね、あれは。俺何気にやっぱ一番最後のあのスローモーションのシーン、はい、あー、はい、あそこめっちゃ良かったっすね。あの煙、あ、煙は思い入れありますもんね、やっぱり。煙ね、30テイクぐらいでしたかね。やった。なかなかうまくいかなくて、もう僕のまあ力量っていうか、いや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 、なかなか出なくてね。あとね、うん、怪我じゃねえか。何いいよ。お前の頭の毛の話。煙がさ、うん、謎の目から漏れるもんね。そうそう、めっちゃ塞いでんのに。そうだね、なんで目から出てるっつって、いやもう穴は開いてねえ。そうだね。なぜか目から出るっていう事件はあった、ね、いや繊維とかなのかな。おお、よく、まあまあ多分そういうことだと思います。これは大変だったね。のあって、そのね、煙が出ない。そう、あと風問題ね。うん、煙は綺麗に出てるんですけど、そのタイミングで横風強くて流れていくっていうね。うん、そうですね。ノー CG ですからね。うんうんうん、あれでも成功した時、多分みんなのテンション一番高かった。一番高かった。本当に。本当ってなったね。本当に泣きの一回だったもんな。いや本当そうですね。川は楽しそうだったね。寒かったですよ。ほらほら、あの足場がやっぱり、うん、あのちょっと整地しても、うん、やっぱ川なんで、うん、上から流れてきてるんですよ、うん、細かい石が、うん、やつらがね結構奪うよね、アクティングを。見えないじゃん、なんか。そうそうそう、さ、なんか石があるのとか、そう、見えない。水の反射でさ、うん、だから急に石現れたりとかして、ね、ああったね、そう、こけそうになったりする。石は急に現れてないけど、ね、現れてんだよ。現れてるな。どっちかっていうと霜より。石側からしたらね、お前急に来たなっていう。おーおーおー、そうだね、感覚的にね。そうだね、急に石が現れるから、うん、まあ、それ結構2人のリアクションとかも結構ギリギリだったんじゃないの。そうっすね、危なかったよ ね、 あ、そうね、投げられたり。川のリアクション、うん、お二方です。そうですね、川の幅自体もそんな広くないから、うん、その脇の大きい石とかに結構スレスレだったところは、なんかまあ行ける範囲、ね、もう本当体1個分ぐらいのところに投げられたりとか。まあその辺は技術でね。簡単に簡単に言いますね。まあなんとかしたんですよね、やっぱりね。それがプロです。まあ、結果怪我してないですから、ね。怪我してないし。まあそうですね。結果で誰もね。誰も怪我してない。誰も怪我してない。そうだね。それが何よりです。ちょ、俺も結構濡れたんだよ。うん、長く咲いてたんだけどさ、うん、やっぱずっと可愛い。いるとさ、うん、浸透してきてさ、靴下ちょっと濡れちゃったんだよ。ね、靴下ちょっと濡れちゃった。あ、靴下がちょっと濡れてると思って。クマさんほぼ裸やろ。びちょびちょやろ。クマさんもうずっと濡れてた。胸筋が痙攣してたからね。毎回さ、本番前にさ、チェックするじゃんね。ノリ君は一回水かけるね。あれがね、あれはそうっすね、冷たいんだよね、あれが。
その生前の3人っていうのは、同じ里の忍びっていう設定でプロットを出して、うん、あとはまあ3人で掘り下げてくれっていうお話だったんですけど、うん、兄弟として撮った兄弟じゃない、はい、ね、うん、仕事仲間で、でも、うん、マルさんが、うん、まあ、リーダーというか、そうだね、ちょっとあの上の先輩みたいな、一応ね、マルさん南俺の関係性、長男さんなみたいな、そう、血は繋がってないけど、ただ、うん、あのアクションの中でも、うん、下がマルさんをどけてさ、そうそう、行くとことかあるじゃない、うん、でも、うん、ああいうのって別に、うん、そこは鬼なんだよね、だから、うん、こう優先したっていうことで、うん、人間だったらもっとコンビネーションで攻撃するだろうけど、うんうん、まあもう鬼になってるから俺が俺がで前に出るみたいな感じで、そうですね、うん、まあ、やったかな、かつチームワークも実はあったりする、うん、まあ、ちょっと分かりづらいところはあるかもしれないんですけど、うんうん、実はチームで伊之助を追い詰めてるところもあったりとかして、そうだね、だから生前の連携は取れてるんだけど、やっぱりその手柄は欲しいみたいな、そう、ね、その本能の部分と、まあ、生前の部分っていうのの、はい、うん、まあ、けどその表現は結構見えたんで、そうですね、まあ、その辺も面白いところになってんじゃないですか、ね、うん、はい、うん、なんか一応ねバックグラウンドはみんな考えたよね、うん、なんか最初モモと話してる時も、うん、考えたりして、うん、じゃあこの伊之助のムービーあるけどこれは伊之助のどの段階だとかも、うん、はいはいはい、そうですね、ありましたね、うん、これ見てる人に伝わったら結構嬉しいよね、そうね、まあ、今回ね一応こちらサイドの体としては、うん、鬼殺隊の入団試験を、うん、終わった後の伊之助っていう、時間軸で考えて作ってみたんですよ。そうです。だから、最終巻近くの、もうバキバキに強くなった伊之助ではなく、うん、まだ本当に本能の部分がかなりパーセンテージを占めてる段階の伊之助っていう、炭治郎とかにはまだ全然合ってない、ね、うんうん、時期で今回作ってみたんですよね、うん、なんかけどそういう掘り下げをまず考えるのがやっぱ準備段階として楽しかったよね。そうね、うんうん、あ、なんか作り物も、うん、まあ、原作とちょっと変えてる部分も結構あって、うんうん、例えば、まあ、イノシシの毛とかもちょっと長くしてるんですよ、うんうん、なんかそういうのも例えばあれってあの山の主の、うん、イノスケの育ての親のイノシシの頭なの、はいはい、っていう設定があったりしたんで、うんうん、じゃあ普通のイノシシっぽくはしないようにしようとか、うんうん、あと目の色もちょっと変えちゃってるんですけど、うんうんうん、まあ、それはなんか原作拾ってきたっていうより、あの青にしちゃうと、うん、結構ポップになっちゃうっていう、うんうん、なるほど、うん、はいはい、そこはまあ桜さん決めたんだけど、うん、緑に しようっていう話になって、うん、なでも結果としてみの緑にしたら、あの絵的にやっぱあのハマる、うんうんうん、あの森の中ですごいハマって作る、ね、リアル鬼滅の刃みたいな、ね、うん、感じにしたいっていうテーマが、そうですね、だからその本当に原作を読んで読んで読んで、原作と原作 の, そのポイントポイントに出てくる設定を自分たちの中でつないで、うん、なぜそうなってるか、じゃあ掘り下げたらきっとこうではないのか、うん、みたいなところを想像しながら作っていくっていう作業はやっぱとても楽しかったですね、うん、そうね、音楽ですよ。素晴らしい、めちゃめちゃかっこいい、はい、今回鬼滅の刃をやっぱりその世界中の人に見ていただきたいという中で一つこだわったのがもう音楽でございます、ね、でやっぱりその日本の和という文化を、できるだけ前に出していきたいなって思った時に今回お願いしたのが和楽器アーティストの田中勉さんでございます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、イメージを伝えて、全てオリジナルで、頭から、弾いてくださいと、うんうん、でしかも、今回の作り方がちょっと特殊で、普通って、作ってもらった音源をこちらの編集側で、カットしたりフェードしたり繋いだりして、音楽を乗っけるっていう作業が多いんですけど、今回は完全に出来上がった映像尺に当て振りで弾いてはめてくださいっていうオーダーを出してるんですよ。だからとてもアナログでできるだけパソコンを使わずにライブ感のある音楽が欲しいんですという話に、おお、それは面白そうだねと言って乗ってくれて、素晴らしいですね。全部作ってくださいました。熱い、うん、またね、カーテンコール、カーテンコールじゃない、エンドロール、エンドロール、エンドロールが、エンドロールのね、あ、グレンゲ、グレンゲ、素晴らしい、グレンゲの三味線バージョンで、鳥肌立ったね、素晴らしいですね。あのまた三味線だと、やっぱ音楽の力ってすごいじゃない、いやいや、あれね、エンドロールのさ、あのグレンゲの入りがすげえいいんだよね。良い、最初なんか何の曲かなと思わせて、そうそうそう、グレンゲだって、これそうなんだみたいなね、そうそうそう、あったと思います。そのスローになってからのシーンもね、曲が転調して、そうそう、フェードで落とすとかではなく、ちょっとずつ曲が転調してって
ってそこにまた落ち下がったとこから上がって曲が変わったみたいな乗り換え方に、うんうんうん、生でやってもらってそれを収録してもらうっていう、うんうん、すごいね生でね一発撮りってことですか。すごいな、まあ、多少はいじってはいるでしょうけど、あでもほぼほぼそういう、すごい、すごく手間のかかることをやってもらってるんですよ、うん、本当に助かりました、はい、音楽も何回でも聴いてほしいですね、うん、はい、というわけで、はい、まあとりあえずね、はい、一旦この鬼滅の刃エピソードオブハシビラ猪之助編というのは、うん、一旦、皆さんに見てもらうことができたんですけど、そうですね、今後おどんどんこういう企画を配信していきたいですね。いややりたいよね。第1弾って書いてありましたもんね、うんうん、そういえば言ってもね、うん、私今回あの満足してないところもいっぱいあるんですよ。いや本当にあります。もっともっとがやっぱ出てくるよね。そうそうそう、作っていくと、ね、なるほど、あとやっぱね作り物でもね、うん、純粋に時間なさすぎて、うん、諦めた部分って結構多い。なるほど、うん、もっとやれることはいっぱいありますから、うん、でもっといろんな作品をね、うん、僕ら流にやっぱやらせてもらって、うんうん、どんどんどんこういうことを今後も配信していきたいですね、うん、そうですね、本当にその通りです。ブラッツチャンネルでしかこのクオリティのその実写化って見れないと思うんですよ、ね、でも本当見れないっていうものをね、うん、作っていきたい、うんうん、何本も何本もね、うん、やっぱ達成感もすごいあったじゃないですか、うん、終わった時にね、うん、やっぱあの達成感また味わいたいですね、うんうん、何より楽しかったし、そう楽しかった、うん、死ぬほど疲れたけどねじゃあ死んどかった、そう毎回してみればやっぱ楽しかった、いやそうなんよもちろんその時は大変なんですそこはやっぱ舞台と一緒です、うん、毎回してみれば楽しかった、うん、そうですね、まあ、楽してじゃいい作品はできねえってことですよ、そうです、うんうん、というわけで第2弾、おお、またブラッツチャンネルで、実写化企画をやりますんで、そちらもぜひお楽しみに、はい、というわけで、はい、今日はこの辺で、座談会を締めましょうか、はいはい、それでは皆様お付き合いありがとうございました、何度でも、本編見直してみてください、はい、ありがとうございました、どうもブラッツチャンネルでした、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあねー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。